マイケルは午後6時前に会場入り、パーティーは2時間遅れて午後7時にスタート。40万円のチケットを買ったファンは別室でマイケルとツーショット体験を楽しみました。そして日本だけでなく世界中から集まったファンおよそ300人の前にいよいよマイケルが登場。 I love you so much from the bottom of my heart and God bless you。そしておよそ5時間後パーティーが終わりました。